大人のおしゃれはスーツから。賢いスーツ選びが大人の魅力に差をつける。今宵は賢いスーツの選び方を存分に学ぼう。語らうはメンズファッションコメンテーター落合正勝。イタリアブームを日本に持ち込んだ張本人。その著書は国内外問わず高い評価を得ている。服飾評論の第一人者が教える賢いスーツ選びとは。その教えを請うのは TBS アナウンサー安藤博樹。アッコにお任せやニュースの森、そしてラジオでも活躍する彼。スマートに仕事をこなす37歳が落合氏の導きで新たなおしゃれの扉を開く。まず落合さんにとっていいスーツってどういうスーツですかね。着心地がいいスーツ。スーツ着てるんじゃなくて素材を着てるみたいなね。サラリーマンの人みんなね、はい、ウールですけどもね、はい、私はまともなスーツがあまり好きじゃなくて、はい、素材がね、はい、スイードとかカシミヤとか、はい、麻とか、はい、そういうものが好きなんですよ。なるほど。ちょっとあのひねった生地というか性格にめくれてるからそういうのが好きなんですよ。いやなるほどじゃないですよ。いやそんなことはないと思いますよ。一流の一種っていうのは流行に全然左右されない、はい、10年でも20年でも消える。それだけ素材が良くて、はい、そのいつまでたっても消えるスーツっていう意味なんですよね、はいはいはい、17世紀半ばイギリスで誕生したスーツは時代とともに進化してきた。そして進化を経た現代のスーツにはその歴史の痕跡が刻まれていることをご存知だろうか。ではここで知っているようで知らないスーツの雑学をお教えしよう。まずは襟。普段何気なく車掌バッジをつけているこの穴、実はこれスーツが爪襟の軍服として着られていた時代の第一ボタンの名残なのだ。やがてスーツは第一ボタンを外して着るスタイルに変わり、ボタンホールはフラワーホールと呼ばれるようになった。その名の通りパーティーの時にここに花を挿していた習慣から来ているのだ。あなたも決して車掌バッジだけで終わらせるなかれ。お次は袖口に飾られたボタン。これはかの有名なナポレオン一世がロシア遠征をした時にまで遡る。遠征中軍服の袖で鼻水を拭く見苦しい兵士を見たナポレオンは袖にボタンをつけて鼻水を拭けないようにした。それが袖ボタンの始まりだという説もある。このようにスーツのデザインには様々な歴史が刻まれている。そしてさらにこんな方程式も存在していた。この部分に三角形はいくつあると思います、はい、あこの部分ですか、うん、5つか6つ8つあるんですよ。8つですか、はい、一見何でもないんだけども、うん、非常にシンメトリーにできてるっていうね。スーツの胸元は V ゾーン、ジャケットの襟、シャツの襟、ネクタイの結び目など合計8つの三角形が重ね合わさることで成立している。そしてこの三角形を左右対称にすることが上品な印象を与えるテクニックなのだという。これゴージラインって言うんですけども、はいはい、この首筋からここまでも9センチ、はあ、でこの一番太も9センチ、はい、でこれもネクタイも9センチというイギリスのテーラーが100年以上かけて作ったそういう決まり事がたくさんあるんですよ、はい、でそれを動かしちゃいけないんですよ。なるほど。だからこういうシンメトリーな服、はい、これがクラシックスタイルでこれが一番あの服が目立たないで個性を出すことができる服なんです、うん、なるほど。スタイルね。スーツの基本形クラシックスタイル。このスーツは時代とともに3つのスタイルに分かれる。まずはイギリス系スーツ。体のラインを忠実になぞりウエストを絞り込むスタイル。やや角張った肩、広めな襟が特徴。代表するブランドはチェスターバリー、別名キルロール。このブランドは現在も全工程の8割以上を専門家の手作業で行い、ブリティッシュトラディショナルの名門としてその名を馳せている。お次はフランス系スーツ。広く丸みを持たせた肩幅、適度に絞り込んだウエスト、ジャケットの裾が腰に密着する作りが特徴。後ろ姿の V の字型は V ラインと呼ばれる。代表するブランドはランバン。創立1889年、
フランスで最も長い歴史を持つ老舗は有名人たちの御用達にもなっている。そしてアメリカ系スーツ、自由な国民性を象徴するかのようなゆったりとしたフォルムは動きやすさと機能性を追求した証。代表されるのはブルックス・ブラザーズ。創立1850年、歴代の大統領にもスーツを販売してきたユナイテッド・ステイツを象徴する老舗ブランドでは、ファッションの中心地イタリアはどうだろう。実はテーラーメイドが中心だったため、意外にも既製スーツが出回ったのは第二次世界大戦以降のごく最近のことなのだ。国ごとに様々な顔を持つスーツでは、各国の首脳たちでセンスの良い着こなし方をしているのは、例えば